この道まっすぐ。去年暑かったね。去年は。次は10回売れる。ゆりこちゃん。今日これ出してるもの説明してもらってもいい？うん、ポストカード2種類と、うん、同じ、はい、ありがとうございます。ナイスアメちゃん、昨日お二人を取って今日買いに。今日何のコスプレしてますか？今日 FGO の加藤団長。おー、かっこいい。忍者忍者それは感じで、いろんな格好。え、すごい。ちょっと、海川どうですか？暑いね。暑い。終わると、一緒にぶつかって。ですよね。めっちゃ嬉しいよね。出たりとかしてたんですか？あ、まだ、これからやばい、頑張ってちょっとね、暑いので家も自分で一番人が来るオタクイベント、一番人が来るオタクイベント、うん、そうですね、で、オタクは同人誌即売会だけど、うん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 、いいや、うん、コミケってさ、もう何年ぐらい来てる？何年だ、5年くらい、すごい、数えてないけど、私と同じくらい、同じくらいかな、クイズマスク両方向いてる、すごい、さすが、スペア、会場内での割り込みは通路の狭め、通行の妨げとなり、改善危険です。かっこいい。レストランなどを利用して、やっぱり日本人で来るためとか、リンザっぽくはめっちゃ似合うよねって、今、今日思った。気温が高くなっており、体調を崩しやすくなっております。体調が。というコミケと前行ってたのイベントの、何の違いとか、ああいう感じる。海外のイベント？そうそうそう。え、全然違う。全然違うから。わぁ。人が違うもんね。まあ、数も違うね。こんなに人ってさ、いないよね、向こうは。いないね。はい。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい。久しぶり。久しぶり。はい。今日何のコスプレですか？今日は FDO の卵です。かわいい。ありがとう。かわいい。今日は、コミカはどうですか？コミケは、なんか日差しは差してないんだけど、暑い、暑い、いや、一番もうみんな言ってる、コミカはどうですか？暑いです、暑い、暑い、暑い、いやー、でもコミカはもう何年参加してるんですか？コミケは、でもブースがあって、1年、2年、しないぐらいは、あ、コミケなんだ、あと、コミケといえば？コミケといえば、なんかそう、これ言っていいのかわかんないんですけど、年々ね、男の人たちの汗の匂いが少なくなってきてる気がして、すごい快適だと思うんですよ、ほんと。いや、でも、それがちょっとわかる。吉川さんたち出した時に、ちょっとひどかった気がする。で、今の方がみんな、なんだろう、思って、なんか、ちょっと落ち着いたんですね。そう、なんだろう、人気主婦の集まりになってきた気がして、よかった。よかった、お前とこちらも楽しんで。ありがとうございます。すごい。じゃあ何年前からですか？4年ぐらい前から。え、すごい。6年前から。じゃあ自分、
自分にとってコミケといえば、はい、戦場ですね。ラサマスロー、あ、スパルタンな感じですよね。スパルタン暑いですけど、どういうところがでも戦場ですか。あ、そうだね、まあ、どういうところでも暑さ、暑さもそうですし、やっぱ人の多さと人をかき分けていかなければならないから、ね、気温が気温だよ、そう、投げ倒してね、そうですね、進めいかないところが戦場かな。なるほど、まあ、はい、めっちゃわかりますね。なんかコスプレのポイントとかあるんですか今日の。え、でも顔じゃない、あ、顔顔かな。顔もうね、でも汗でぐちゃぐちゃになっちゃった。いやいや、もう暑くて取り込まなくなっちゃった。ちょっと多めな感じ。なるべく肌が触れないように。はい、ありがとうございます。お名前はモコロスです。モコロスちゃん、実はめっちゃ久しぶりね、すごい久しぶり、久しぶり、お誕生日おめでとう。ありがとうありがとう。時間あった。今日めっちゃ暑そうですね。今日の衣装は今日ね、今日ピカチュウです。サトシピカチュウです。サトシのピカチュウ、かわいい、めっちゃ暑い、暑い、クッション持ってきたけど全部汗吸っちゃった。ピッ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 、かわいい。今日のポイントとかありますか。自分のコスプレで、コスプレのポイントはこれ、これやっぱりケチャップ、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 かわいい。すごい、手作りですか。全部手作りですね。すごい、最初とか作れば上手なのでめっちゃ見てます。やらせてくださいね。自分にしてコミケって言えば、コミケあれだよね、過酷な季節だよね、いつも。でもね、こうやってみんなとね会えるから。そうですね、楽しいよね。楽しい、なんか同窓会みたいな。はい、みんな言ってるけどね。そうですね、確かに。なんかこう衣装をずっと作る達成感的なものもあるんですか、当日の。ありますね、このキャラクターだって気づいてもらえた瞬間はすごい嬉しいですよね。やっぱり何のキャラクターとか何々さんとか分かってくれる瞬間に嬉しい。嬉しい。結構可愛かった、可愛かった。可愛い、耳お揃いよね。確かに、はい、この後はどういうプランなんですか今日は。この後はまた他にも友達がこうやってゆりこちゃんみたいにあのスペース出してるんで、お友達のところに遊びに行って、この後はコスプレエリアに行って他の可愛い女の子たちを見てきます。おー、楽しそう。ありがとうございます。あー、かわいい。このキリコ隊が、これは、すごい役なんだよね、やっぱり。すごい小さくて、もう。あの、コミケはね、もう何年。あ、でもあんまり、久しぶりに来ました。まあ、コミケって言えば、キリコちゃん、いやキリコちゃん、ありがとう、イエイってな感じ。ありがとう、自分に対してはどんな感じ。あ、自分に対してなんかコスプレするところっていう感じ。いや、もうコスプレです。まあ、コミケはコスプレな感じですよね。もう暑いですか。暑いです。まあ、やばい暑い。でも、夏っぽいコスプレだから涼しそう。夏のコスプレね、かわいいし、めっちゃ似合うし、帽子もあるからね。もう絶対帽子かぶってくると思って。普段からどんなコスプレするんですか。普段はニコニコ。まあね、うん、そう、めっちゃ可愛いニコニコにしてもらいました一回。俺が目が小さいからなんか結構可愛いらしいのキャラクターがいっぱいやってますね。あ、そうね。私はね、もうニコちゃんをやりたいだったらもうやばいよ。もうやばい。ちょっとやめようって思って。
ってますね。で、8月の、8月に、イベントをやりますなんですけど、よかったら、皆さん会いに来てください。じゃあゆりこちゃん着替えてきて。はい、着替えます。ゆりこちゃん、ちょっと初めてのコミケ、トラブルもちょっと多かったけど、どうでした感想は？やっぱり本当楽しいね。みんな同じ趣味で同じ好きなものがシェアしてるから、めっちゃ楽しかったわ、本当に。